も !YouTube をご覧の皆さん、ジーコさん、今日はね、クエストハイランダー、ハイランダークエスト明治、持ってきました。ドドン!なんだけど、今ね、ちょっとね、コントロールデッキがね、あんまりいないので、クエストの効果をなかなか実感できるところまでいかないんだけど、ただね、ハイランダーの強さ、そして、これからまたね、そのうち出てくるであろう、長期連休、大型連休じゃなくて、長期戦を、こう、目論んでくるデッキに対しては多分ね、きっと、おそらく、多分、まあ、いけるだろうというような感じがします。まあ、なかなかね、レノあり、ゼフリスあり、アンダー系の要素は非常に面白いのでね、まあ、これもちょこちょこ遊んでいこうかなと思います。動画です。どうぞ。ジーナ vs ライティー、またシャドウ吹かれるの嫌だな。神の王冠を討伐者なり。あなたが招いたのよ。ルナポケが最初にあるってのがないな。ルナポケ欲しいね。アグシャーだったらまあこれが刺さりそうだけど。これ殴られてからなんだよね、こっちはね。顔には通るんだよな。ちゃんと見守ってやれよ。平伏せよ。私の魔法で引き裂かれるがいいわ。こっちで合ってるわ。あれファニー JK か。なんか引かせても嫌だしって感じだよね。一番いいのどれよ。鏡の住人、こいつ結構ミニ多いんだよな。どうかしら。まあでもこれ使わなきゃいけねえよ。絶対殴ってこねえじゃん。そしたらこれで取るか。こいつ放置できないよ。これ似てんだよね。合ってるよね。世を驚かせるとは非凡なこと。そうだね。これはまずいわ。ブアイヌ、武器を取れ。とかでなんかやった方がいいかな。まあいいか。これやっぱりあれだな、通るな。世を驚かせるとは非凡。レートが低いからっていう煽りは受けそうだけど、これ割と通るね。あれめっちゃ強いよね。あのトーテム、俺弱いかと思ったけど、3、ヘルス3だったら強いなと思ったけど、2でも十分だった。うわぁ、またシャダボックじゃーん。シャダボックだ。めっちゃ悔しいんだけど。鍵がいるのかい？強いなー。
厳しくなってきたんだけど、状況ちょっと極めて悪そうですが、X チタイマンですか。聖なる盾疾風、南方の風よ、我に力を貸せ。世を驚かせるとは非分なことよ。エクチュ、それとも何さ、ゲロウザなんだけど、これヘックチュ多分ないでしょ。ブリザード打ちたいじゃん。どうかしら。あー、ここ、これ行く ?0226 で行くか。それが一番のオマル。この手、それともこの手。したいけど、あんまり。これシャダオックの人だよね。まあ、シヤマト割っちゃってもいいか。次これカレクゴスからシヤマト割り割りますか。え、割れない。こういうこと？妖妙のものはすぐ潰れる。は？妖妙のものはすぐ潰れる。は？この発明品どうよ。アホほど出てきたんだけど。こいつ。でも俺はこいつがまた、あ、手札から使用した場合2つ使ってフルクリア。え、これそれでオッケー？オッケーってやつ。これま、これだけで我慢しようかと思ったけど、それでもいいな。これ使ったことないんだよね。どっちがいいか。こっちか。世を驚かせるとは非分なこと。かせるとは非凡なことよ。これ使うか。これでわかんない。こいつが九州で、うわー、でも普通にあれか、悪党で取られちゃうと困るんだけど、九州で取られる分だったらいいんだけど、そしたらもう一回出てくるだろうから。で、九州で、ワッティ、ワッティ、ちょっと待ってよ。これ強くないっすか。ちょっと待って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 。割と強いんだけど。無から力を。まあでも秘策貼ってあるから、まあ別にいっちゃいいのか。ワッディだね。D のものだね。クエスト終わっちゃってら。オッケー。いや、これ待てるだろな。待てるだろ普通に。
飛べや。Goodbye, bro. でまだまだ来るんでしょ。どけどけ。結構だね。結構ポグだねこのゲーム。ああそれ強いな。我の願い何時に降りかかれ忌まわしき呪い。あれで来直すだけど、俺も今が多分これから楽しみところだけど。でも、ちょっと待って、リスナーちゃん。ちょっと待って、相手の方が面白いみたいな、そういうのやめてくれんけ。リスナーちゃん。ここから俺だって、来るはずなんだよ、大きな時代が。時代が。おい、これハンド。いや、でも違うんだ、今違う、そうじゃない。私の計算に狂いはないわ。私に何ができるか。ほらー、何を驚かせるとは非凡なことよ。まあそうだな。うわ、何が来るのよ。アギト？お前も沼の石。もうやだよこれ。お前も沼の一部よ。ハンドパンパンじゃねえかおめえもよ。はい。いいね。待てよ。まずヒーローパワーだろ。で、カレクゴス今使う必要あんの俺。カレクゴスいる？いや、てかでかいスペルが引いてから。待て、とりあえずこれ使うか。いや、待て、先にこれか。いらんな。で、まあルナポケはするでしょう。あと、秘策ってまだ入ってんだっけ？入ってんのか。で、ジジイ用になんかこれは取っといた方がいいのかな。とりあえず引いて。こっちで合ってるわ。いいカード出ないな。メダカもよりにて我の願い何時に降りかかれ忌まわしき呪い。また広場、今広場押してるよね。え、無限バリューじゃんこいつ。ちょっと待って、ちょ待って無限バリューですよね。いいよ、ファティーグまで行こうぜ。俺もこっちで無限バリューだから、こっちはこっちで超越すっから、超越すっから、俺も超越ウィッチでいけるから。ほらー、見ましたか？ちょっと見てください。もうあとちょっとですよ。これ近いっすよ。近いですよ。そのポイント近づいてますよ。これリノでいいでしょ？リノ、6、7、9、カンスペも貼って。この手、それともこの手。これぶつけなきゃダメ、先に。あ、これいいか。使っちゃうか、シューティングスター。どうせ使わねえだろ。するとは非凡なことよ。さあ楽しくやろうぜ。命の希望を地図になる。絶対変なカウンターあるんでしょ。いや、これカウンターできないんだよね。
待てよ、でもこれジジイの弾になる。いやでもジジイの弾いくらでもあるな。時間がないわ。またあれよね、地震来るんだよねこれ。スペカンスペが効かないよねこの相手。ところでミニオンでしょ。ミニオンもなんかスペル使うんだけど、カンスペせえや。ノープーノープー。世を驚かせるとは非凡なことよ。シャード出てない。勝ったんじゃない。今年は勝利をくれてなんかあっけねえ終わり方したわ。そう想像以上のなんか終わり方があっけねえわ。もっとここからなんかどんどん来るだろうっていうのは。